皆様おはようございます。おはようございます。おはようございます。そこに、あそこにね、富士山が本当はあるはずだったんですよ。見える、見える、見える、ね、そうなの、見える、見える。ここは、はい、山中湖でございます。ホテルマウント富士にやってきました。はい、今回ね、初出演となるとしみちゃん。高橋としみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。としみんは、はい、ゴルフ歴はどれぐらいなんですか？5年になりました。お、5年です。5年、まるまる5年ぐらいです。で、ベストはおいくつですか？言っちゃう。ベストは79なんですよ。すごい。言うとね、違う、言うとね、めっちゃハードル上がるから嫌なんだけど。いや、そう、赤で、ね、赤でね、赤で。ベストはベストの、すごい胸を張って更新するぐらいのに決めて頑張ります、はい、頑張ります。まあ、トシミはね、みんなもね、インスタグラムで知ってると思うんですが、インスタグラムもやってるので、ここに、ね、見てください。書いておくんでね。お、書いてくれるの？やった、はい、やっ、はい、そんなトシミを交え、リンゴルフさらにバージョンアップして今回はお送りしたいと思ってます。実はですね、今回の予定はですね、全泊入りして、はい、明日ゴルフをして、はい、さらに富士急ハイランドに行きます。すごい、盛りだくさんですね。いいところ取りですね。いいところ取りです。で、まず、はい、このね、ホテルマウント富士さんのホテルの紹介をします。はい。ですが、ここには泊まれません。ここに連れてきたのに泊めないっていう、いっぱいだったの。予約がね、いっぱいで、うん、このやっぱ夏休みとか、あ、人気なんだ。ちょっと違うホテルに泊まるんだけど、はい、ここに泊まってゴルフをするの結構おすすめなので、うん、ここのホテルを紹介していきたいと思います。はい。なので皆さん、ホテルの紹介に参りましょう。行きましょう。はい、では早速中に行きましょう。はい、行きましょう。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 そうですね、1963年の時で、今50歳。そうですね。では入ってきます。じゃあ行きましょう。あ、すごいよ、ソファーがある。あ、すごい、アンティーク、かわいい。ねー、ね、かわいい。なんか壁もあれだね、あの、かわいい感じ。かわいい、なんか女の子が好きそうな感じ。すごいよ、なんか、かわいい、クラシカルな感じね。これすごい、これ、これ団体客もですか？すごい、すごい、大体お客さんです。すごいね、超、めっちゃ団体。ここにね、お部屋から富士山が見える。そうだ、あっちだね、あっち、ね、どんよりした雲の中に、うん、東急ハーベストクラブさんの会員さん用のホテルの棟と、あとは一般のお客様が泊まれるホテルの棟とありまして、あの、ホテルの一般の方のお部屋は53室です。ベッドの柔らかさチェック、ゴルファーには大事でしょ。大事、大事。転がってもらって大丈夫です。そんな申し訳ない。あ、でも結構、結構、あの、柔らかすぎないよ。あ、本当だ。柔らかすぎると腰痛めちゃう。そうそうそう。痛めたの、痛めたの。痛めたの。良すぎるとね、それはそれでね。そう。あ、広い。浴衣がある。ちょっとこう閉まる時の音とかもなんかちょっとレトロで好き。ここでみんなでわーっとマリキュしてゴルフをして、ね、そうだね、終わってから、じゃあこの部屋集合でみたいな確かに、夜のお話確かに、もしかして入ってもらっても全然かまわない。あ、すごい、なんかこういう作りかわいい、かわいい、かわいい、あ、なんかすごい、すごい好きで嬉しい。コラーゲン、洗顔、かかとクリーム、ね、しかも売店で好評発売中。おお、いいね。おお、てかすごい、すごい、ね、あれ見えるじゃん、外も、すごい、すごい、熱いね。わー、これめっちゃすごい、いいな。何がハーベストさん、すごい、気持ちいい、気持ちいい。秋は秋でなんかすごい良さそう、こういうね、こういうの、ね、海辺のね、うん、あそこね、うん、あ、これすごい、かわいいね、いい感じです。やりー、皆さんもぜひ露天風呂に入りに来てください。お待ちしてます。お待ちしてます、としみ。はい、時間が今1時半なので、みんなもお腹空いてるということで、ランチをみんなで食べたいと思います。見てください、なんか名前がね、春夏かな、春夏。多分きっとこう夜ご飯とかもすごく美味しい、懐石とか出てくるようなところです。いい感じ、すごく広いですね。
ただきます。いただきます。すごいよ。美味しそう。あ、いい香り。和牛すき丼ボリューム満点です。満点です。おすすめの伝統カレーです。お肉がしっかり見て、このお肉がめっちゃ大きいの。めっちゃ大きいの。みんなお肉だね。肉食だね。やっぱゴルフする女子はお肉を食べる。ゆっこがハイランドホテルに来ました。ワープです。やばいっす。富士急ハイランドが超見える。やばいっす。ちょっとこれ今メンタルを鍛えてるするために富士山に乗ろうと思ってます。これ乗れたら、うん、目の前に池とかあってもビビらない気がする。あいつが落ちそうです。来た来た来た。なんかちょっとさ、あの景色を楽しむ時間みたいなのがあるじゃん。余裕ないよ。めっちゃ叫んでめっちゃ叫んで。はーい。キャー言ってる。キャー。はーい。落ちました。乗れるかな。乗れるかな。やってまいりました。やってまいりました。まさかのちょっと事前情報では割とみんな行けないんじゃないかと思ってたんだけど。まさかこうやってキャーってこうやってわーって、あ、いいな、そこ乗りたいな。ほら、来るよ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 。これ乗らない。まあ、意を決してね。意を決して、とりあえず入りましょう。入りましょう。乗りましょうじゃない。一旦一旦じゃあ入りましょう。せーの、せーの。本当に大丈夫、本当に大丈夫。
てフロントから失敗そうマジで痛い体が痛いちょっと一生懸命なんか踏ん張ってたんだろうね本当こうなってたから何か見られるわお腹がねそろそろついてきたなってことなんで今日はね大人らしく中華を食べたいイエイ大好きですではいただきに行きますはい行ってきますいいね、なんかこうみんなで好きなだけねえ、いっぱいそういろいろちょこちょこ頼むの好きじゃんねえ、好きいろいろ食べたいそう、でもコースでさ、どんどん出てくるよりさ、うん、好きなものをちょこちょこ頼めるのは確かにいろいろ食べたいからエビ、マロエビ三昧明日のなんかあれある、うん、目標とすることみたいなパターああ富士の方やっぱ難しいから、うんうんうん、40パットはしたくないじゃあ39パット、うんOK、39パット目標で目標で、で、カラーからのパターは数えないから OK 中からの中からのちゃんとパターで39以内、うん、OK 目標なんかでもアプローチは寄せたいなって思うのと、うん、あドライバーのフェアウェイキープ率を上げたいなって思う、じゃあそれにしようよ全部で18ホールでパー3が3つあるとしたら10以上乗せたいフェアウェイねじゃあそれやろう呼んでやるうん丸つけていこう丸つけていこう OK もともと結構スライサーで右に行っちゃう人だったんだけど、うん、一時期治って最近またちょっとツッコミで行ってるっぽくて、うんうんうん、ちょっとねフェアウェイキープしたいな OK 私なんか今本当に、まあ、スランプっていう話はまあみんなもしてると思うんだけど、うん、その中でできるのはすごくそのスコアをマネージメントしようと思うと、うん、あのやらなきゃいけないことができるなって一回でもスコアを考えてスイングをしないっていう、うん、あ今の練習あじゃあ前半1回後半1回、うん、であもう今守りに入ったみたいな守りに行こうとしたみたいなことを前半1回後半1回以外はやらない、うん、やらない全部やらないなんだけどちょっと一回ちょっと余裕がくる余裕が楽しくね、はいはい、じゃあ考えるときは言ってね今からパワー狙ってもらうそういうこと見てて分かると思う今ここさんお気に入ったでしょ本当に本当、うん、はいじゃあそれで頑張りましょうそれで頑張りたいと思います頑張ります今回も視聴者プレゼントがありますこの藤山ビール1リットル ×3 本セットを1名の方にプレゼントいたしますお酒は20歳を過ぎてから20歳以上の方のみのご応募お願いします応募締め切りは10月4日までいつもより期間が短いですがどしどしご応募お待ちしております最後までご視聴いただきありがとうございました他の動画が気になる方は左の動画をタップチャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてくださいコメントと高評価もよろしくお願いします。